どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート65やっていきたいと思います。前回のパートは家で寝ていたはるきくんなんですけれども、誰かが訪ねてきて誰だって感じで出てたら、千秋ちゃんだったんですけれども、なんで家に来たかっていうと、泊まる場所がないんで泊めてくれって感じで、来て、仕方ないなみたいな感じでね、泊めることにしたはるきくんなんですけど、千秋ちゃんが来たことによって起きざるを得なくなり、お風呂に入り、食事を食べ、そして一緒に、ババ抜きをしたりとかしてね、遊んでいたんですけれども、千秋ちゃんから、ちょっと一線を越える提案みたいな感じのことをされて、ただ、それに対してはるきくんは、ちょっとそれはみたいな、でなんでって言われて、好きな子いるからみたいな、でそれに対しては、そうだからって感じで、で、じゃあなんでこんな家にね引きこもったのっていうことを聞かれた時には、振られたからって感じで答えたんですけれども、まだその子のことが好きだから、千秋ちゃんのその提案には乗れませんっていう返事をして、で、千秋ちゃんは分かったって感じで、泊まる予定だったんですけれども、結局帰っていったっていうような、そんな感じのところまでやっていきました。千秋ちゃんのその本意っていうか、なんでそういう提案をしたのかとか、はるきくんに対してなんかどういう感情を抱いてるのかとか、そういう詳しいことはちょっとこうぼかされてしまったっていうような感じでしたね。では続きやっていきたいと思います。あ、バイト落ちてる。久しぶりに見た外の景色は、闇に慣れてしまった目にはやたらと眩しかった。街中の大きすぎる喧騒も、すれ違う人々の素早すぎる動きも、世間から取り残された俺にはひどく恐ろしいものに映った。外出してから1時間も経てば、そんな浦島太郎気分からはめでたく解放されたけど、それからさらに数時間、眩しいようでいて実は優しい日差しでしかなかった空は、そのままリアルタイムで黒く染まっていった。あてもなく歩き続け、外と触れ合うリハビリが終わったと実感できた時、自然と足が向かっていたのがここだった。グッティーズ南末継店。外から忙しそうに働く仲間たちをさっきからぼーっと眺めてた。北条学園が大学付属ともに冬休みに入ったせいか、いつもより客足は微妙に減っていたけれど、その分バイトもきっちり減っていた。キッチンもホールも誰一人手を休めている人はいない。佐藤も中川さんも他の数少ないスタッフも。だからここならリハビリも次の段階に進めるかもしれない。外と触れ合うのに慣れたら、次は外の中に入り込むリハビリに。大学が冬休みに入っている以上、これが今の時期にできる最後の。先輩、お店の前を行ったり来たりしないでもらえます？正直営業妨害も甚だしいんですけど。不審者として注意されてる。よ杉浦、人の名前をそんなリズミカルに呼ばないでください。からかってるんですか？よいや、そんなつもりは。からかってるんじゃなくて噛んでるんだけど。今日バイトお休みですよね。店長代理にしっかり釘刺されてましたよね。なんでそのことを知ってる？そうなるようにシフト組んだのは私ですから。先輩、年末はプライベートで忙しくなるはずだからって。そうじゃないかとは思ったが、期待を裏切らないやつ。良いお年を。先週のバイトの時に埋められていた外堀の現場監督がそこにいた。子供の頃から周囲の期待に応えられるよういつも頑張ってきましたから。わざと外してるよな。俺が言ってるのはそういう意味じゃないって本当は分かってるくせに。で、結局どうだったんです？話したんですよね？仲直りしたんですよね、彼女と。ちょっと残念なお知らせなんですけど、余計にこじれたかも。やっと回り始めた軽口が
その一言でいきなりエンストを起こす。のろけに来てくれたのなら大歓迎です。うんざりしながらもちゃんと話を聞きます。先輩？悪い。その一言がやっと俺の喉から絞り出された瞬間、杉浦の目が大きく見開かれ、どうしてですか？私何か致命的なミスしましたか？彼女の責任中枢に強い刺激が伝わったらしかった。責任中枢って何？ご注文繰り返させていただきます。海鮮リゾットのドリンクセット、シーザーサラダ、以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。少々お待ちください。7番テーブルオーダー入りました。先輩、鈴木。チーズハンバーグ12番テーブルに。結局働いてる。その前にさっきの話。別に杉浦に問題があったわけじゃない。だから何も責任感じることなんか。だったらどうして？そんなの決まってるだろ。俺と相手の問題だよ。先輩、もしかしてまた逃げたんですか、渚先輩から？割と向き合ったっちゃ向き合ったんだけどね。いつまでそんな昔のこと引きずってるんです？いい加減頑張って乗り越えないと。ほら、1番テーブルから呼び出しかかったぞ。ついでにチーズハンバーグ12番テーブル。北原さん、ヘルプ入ってくれたのはありがたいんすけどね。言うな佐藤、俺だってこんなことになるとは。これが今の俺にできる最後のリハビリ。1週間ぶりの仕事はやっぱり1時間もあれば顔を取り戻すことができた。ただ杉浦に捕まった時点で本来はこのリハビリは諦めるべきだった。なぜなら、1番テーブル追加オーダーです。いい加減頑張って乗り越えないと。先輩、二度と好きな人できなくなっちゃいますよ。早く反論してください。私だって忙しいんですから。それ以前の問題だったんだ。それってどういう？俺が逃げるとか逃げない以前に、俺のつけた傷はもう治りようがないくらい悪化してた。今まで俺がしてきたことを考えたら。彼女の方も。カウンター。気になって気になってしょうがないじゃん。気になるんすよね。こうも堂々と仕事中に内緒話されると。だから悪かったって。今度杉浦がここに来たらちゃんと注意するから。本当にしっかり言っておいてくださいよ。みんなに聞こえるように話してくれなければ困るって。滅べ。仕事が忙しい最中けれど、一度おせっかいモードに入ってしまった杉浦が、どちらかを切り捨てられるはずもなく、彼女は俺を店に連れ込み、キッチンに放り込んだ後、通常の処理能力をさらに5割アップさせた。その5割分を俺との会話に割り当てるために。ご注文の品以上でよろしいでしょうか？ではごゆっくりどうぞ。少しは自分もごゆっくりしようよ。でも優しいね、みんな。18番テーブル、そろそろデザートお願いします。それでなんて言われたんですか、先輩？もうちょっとこっちに寄ってくれ。あまりにも世話しなく、あまりにもぶしつけで、そしてあまりにも痛い質問だったけど。はい、どうぞ。杉浦の上半身がさらにカウンターに乗り出して、俺の目の前に白く端正な横顔が向けられる。正確にはその横顔の後ろにある小さな耳が。あのさ、知ってることも状況もあまりにも世話しなくて、
とても深刻な話をしているようには見えないし思えない。でも杉浦のあまりの剣幕と真面目な態度に押され、俺は自分の気分を重くする代わりに口を軽くする。どこまで話すんだろう。嘘つきか。まあね、その通りだし。俺がヘルプに入っていたのは、年末で早くなっていた閉店時間のおかげで、たった2時間にも満たなかった。おかげで就業中に例の密談は終わらず、杉浦は真面目にも閉店後の後片付けを自主的に引き受けてきた。もちろん私たち二人で。今さら謝っただけで償えるなんてさ、なんて虫のいいことを考えてたんだろうな俺。でも間違ったことしてません。先輩、全然間違ったことしてないですよ。ありがとう杉浦。でも俺、遅すぎたみたいだ。モップの絵に顎を乗せ、杉浦がふーっとため息をつく。今まで人を責めたことなんかなかった刹那だからこそ、絶対に心にもあることなんだって分かっちゃってさ。俺のそこそこ苦い体験談を飲み込んで、ほんの少し胸焼けを起こしたみたいだった。それで痛感した。俺は今までどれだけ彼女を深く傷つけてきたんだろうって。だけど先輩だって十分傷ついてきたじゃないですか。それは自業自得だし。そうやってあまり自分を責めないでください。そういうの傍から見てて痛いです。悪い、ひどい自己憐憫だよなこれ。確かにみっともない。わざと外してるんですよね。私が言ってるのはそういう意味じゃないって本当は分かってるくせに。ごめんな、今あまりかばわれるとやばいんだ。信じてしまいたくなるから。予想以上の杉浦の俺への味方ぶりに、ちょっとだけ反抗的な態度を取ってしまう。俺がしたことはさ、刹那を傷つけただけじゃないだろう。それってだって杉浦はまっすぐすぎて気づかない。彼女のことでねじくれてさ、俺の近くにいる人たちまで無差別に巻き込んで。俺を支持するってことは刹那を否定するってことで、昔馴染や大学の友達やバイト先の同僚や、それに大事な教え子とかさ。それは今の俺にとってはとても辛いことなんだって。たくさんの人を傷つけて、でその人の近くにいる人まで傷つけて、ほんとどうしようもない負のスパイラルだよな。杉浦なんか二重の意味で嫌な思いしただろ。大事な教え子の親友で、バイト先の同僚で、今三重の意味で嫌な思いをしてます。ごめんな。そして仲間以上の存在でそんな大事な杉浦がその時放った恨みの声は、ほんの少しだけ鼻にかかっていた。ね先輩。ん？そんなに後悔してるんですか？おぎさ先輩のことだけじゃなくて、その。してるよ。今までの俺最低だったよな。なんでそんなこと赤の他人に話さなくちゃならないんだ。どうして分かってくれなかったんだ。どうして嫌ってくれなかったんだよ。最低だ。その時の杉浦が一般論に混ぜて、ほんの少しだけ個別論にまで踏み込んでいることもちゃんと分かってた。だからこそ俺は彼女と初めて出会った時とは違う言葉を選んだ。今の俺にとって誠実だと思える言葉を。そっか、後悔
してるんだ。あの時のこと反省してるんだ。ひどいこと言ったよな、俺。本当、大人げなかった。私に関してはお互い様です。先輩にたくさんのひどいこと言いました。杉浦の方は売り言葉に買い言葉だよ。何も悪くなんかない。先輩だって杉浦、私あの時の先輩は確かに許せないけど、でも今の先輩は許されてもいいと思うんです。それは身内びいきって言うんだ。長いこと同じところで働いてたせいでの勘違いだよ。だって先輩反省してるって言ったじゃないですか。ってことは改める気があるってことですよね。杉浦、私前向きな人なら OK です。必死に頑張ってる人なら嫌いになんかなりません。相変わらずなんて前向きだ。今俺たちの真上にある雲一つない冷たい星空みたいに彼女の向けてくる目は透き通ってる。ありがとう。杉浦がそういうのならそうなのかもしれないな。先輩、彼女が信じる俺ならもしかしたらまだ先があるかもなんて、そんな前向きな気持ちが芽生えそうになる。鳥が先か卵が先か。なあ杉浦。はい。だったら今からさ、電話かけてほしいところがあるんだけど。せっかくこの世に生を受けた今の感情をそのまま止めてしまうなんてことはしたくない。どこで電話？ごめん、こんな夜遅く。そうだ。ねえ、追加でケーキとか頼みませんか？私ちょっとお腹空いちゃった。それに来てくれてありがとう。本当は俺の顔なんか見たくもないだろうけど。そんなこと。それともパフェかな。あ、でも今何時かな。12時超えたら太っちゃうんでしたっけ。どうしてももう一度話をしておかないとって。あんなひどい言い方しておいて虫のいい話かもしれないけど。あのその前に一つだけ教えてください。悩むな。ねえ、みんなはどうします？何？どうして先生と小春ちゃんが一緒にいるんですか？美穂子ちゃん、矢田さんの疑惑の視線が遠慮なく正面の俺と隣の杉浦に注がれる。杉浦からの電話に20コール目でやっと出た彼女は、その後すぐに変わった俺からの声に30秒くらい返事を返すのを忘れた。それでもこうして出てきてくれたのは、それも夜遅いから明日以降でもと言ったのに、約束してから10分で駆けつけてくれたのは、どうしてこんな夜遅く二人っきりで。あのね美穂子、多分あまり好意的な意味じゃなかったんだと思う。同じバイト先なんだ。それも単なる偶然で。けれど今はどんなとっかかりでもよかった。こうして再び会うことができたのなら、もう一度チャンスが手に入るのなら、杉浦が卒業旅行のためにバイトを始めたら、そこが元から俺のバイト先だったってだけ。それ以外の理由はないよ。でも今は杉浦に感謝してる。こうして矢田さんともう一度話せるように色々と力を貸してくれたし、励ましてもくれた。小春ちゃんが？ただ今から俺が話すことに杉浦は関係ないよ。矢田さんと俺ともう一人の話だ。それに俺のことだけじゃない。俺が原因で積み重なってしまった二人の誤解もこの機会に解きほぐすことができたなら。そうなの？小春ちゃん。先輩がそう言うなら
そうなんじゃない？杉浦？まあね。ごめん美穂子、前もって話しておけばよかったね。そんな、だって私この間小春ちゃんにひどいこと。いいんだってば、そんなこと。私たち言いたいこと言い合ってきたからこうして今まで続いてきたんだし。小春ちゃん。矢田さんの眼鏡越しの瞳がようやくそらし続けていた隣へと向けられる。杉浦の方はその正面からの視線がこそばゆいのか、ほんの少しだけ上目遣いに応える。とにかくごめん。そういう行き違いも含めて全部俺が矢田さんに取った態度のせいだ。本当に悪かった。そんなあの時の俺はさ、自分に向けられる行為が怖かったから。特に距離が近ければ近いほど。先生？もちろんそうなった理由はある。少し長くなるけど、もし嫌じゃなかったら俺の話を聞いてほしいんだ。矢田さんはそうやって頭を下げる俺を、さっき杉浦を見つめたようにやはりまっすぐ見つめて、そうして小さくけれどしっかりと首を縦に振った。関係ないって、そこまではっきり言わなくても。ああ、3年前の浮かれてた半年間、俺に好意を向けてくれた女の子と、俺が好意を抱いた女の子たちと、バカみたいに楽しかった学園祭のステージと、そしてそんな夢に浸りきり、たった一つのけれど大きな決断をしなかったことに対しての強烈なしっぺ返し、自分が罰を受けたはずなのに痛みはすべて一人の女の子が受け止めてしまったこと、彼女に刺さったトゲは3年経った今でも抜けず、今でも俺のすぐ近くで冷たい血を流し続けていること。誰かを好きになることも、誰かに好きって言われることも怖くて、ほんと怖くてさ。先生。だから俺、誰にでも平等に接してた。ひいきもしないし差別もしない。そうすれば好きにも嫌いにもなられずに済むって。それが人間関係に対して臆病で億劫になってしまった俺がたどり着いた自分の心を守る術のはずだったのに。でも先生、みんなに好かれてました。だよね。誰にでも一生懸命で、誰にでも厳しくて、そして誰にでも優しかったから。私には厳しい時だったけど。だってそんなの当たり前だろ。俺仕事でやってるんだから。大学生のバイトの塾講師って普通はあんなに一生懸命になったりしません。私の質問に1時間以上も付き合ってくれたり。教え方が上手な先生なら10分で教えられる。それは俺が未熟だったからだよ。でも私は嬉しかったんです。あんなに一生懸命に私に向き合ってくれた人、今まで小春ちゃんしかいなかったから。美穂子、やっぱり勘違いじゃないのかそれ。二度とひどいことは言わないって約束したから、その頭に浮かんだ正直な言葉を口に乗せることはしなかったけど、でも今の俺はそのもったいなさすぎる俺へのひいき目をありがたく受け取るわけにはいかなかった。それでもそんなに信頼してくれてた矢田さんにひどいことをしたって事実は変わらない。先生ごめん、本当にごめん。謝って済むことじゃないのは分かってるけど。美穂子、もういいよね。これでもういいでしょ。小春ちゃん、北原先輩すごく後悔してたんだよ。美穂子と同じくらい苦しんだんだよ。私ここ数日ずっと見てきたんだから。
いいよ杉浦、お前は何も言わなくても。だって二人を前に深々と頭を下げる俺をなぜか杉浦が必死でかばう。もしかしたら矢田さんにとっては彼女のその態度は逆効果かもしれないのに、きっと杉浦も本当はそんなこと分かってるはずなのに。北原先生。ん？頭を下げ続ける俺と俺をかばい続ける杉浦を無言のまましばらく交互に眺め続けていた矢田さんは、私が知りたいのは3年前のことじゃありません。美穂子？たった今私にごめんって謝った後の今の先輩の気持ちが知りたいんです。まだ塞がっていないはずの傷を抱えたまままた俺に向かって踏み込んできた。矢田さんのことはいい子だと思ってたよ。いや今だってそう思ってる。学校を休むほどのショックを受けた繊細な心にどれほど強い鞭を打ったのか俺にはわからない。俺なんかの拙い授業を一生懸命理解してくれた。俺の成果を実感させてくれた。そういうことじゃなくて、その一人の女の子として私のこと。美穂子、それはごめん。俺には好きな人がいる。けどどうしてもこれだけは言う必要があった。3年前からずっと傷つけてきたけど、1週間前に振られたばかりだけど。だってこれを伝えるためだけにもう一度会おうって決心したんだから。それでも大好きな人がいるから。謝りたかったなんてとんだ奇弁だから、ごめんなさい。君の気持ちを受け入れることはできません。俺はただ彼女に別れを告げた本当の理由を伝えたかっただけなんだ。気が済んだ。私に私がおごるからね。だから行こうよ美穂子。カルちゃんごめんごめん。私ついでにさ、私にも少しだけもらい泣きさせてよ。ああ、辛い。なんかこう、なんだろうね、明確にもう2年前に断られるのってさ、もう絶対自分に可能性がないってもう分かっちゃうから、それはそれで辛いよね。そして間接的にあのダメージを受けた小春ちゃんって感じでしたけども、いやー、どの立場からしても辛いね、こういうのは。
見てくれた方ありがとうございました。今回はこのあたりで終わっていこうと思います。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。